はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーグリドン&ダンデライナーセットの、まずはアームズチェンジの仮面ライダーグリドンどんぐりアームズを紹介しました。今回の動画ではこのセットに付属されているロックビークルのダンデライナーを詳しくレビューします。ロックビークルのおもちゃは今回で3つ目ですね。桜ハリケーンは桜がモチーフになってて、ローズアタッカーはバラがモチーフになってるんですけど、今回のダンデライナーはダンデライオンのタンポポがモチーフになってますね。なのでロック状態のこのフロントに大きくタンポポが描かれてますね。しかもゴールドメタリックがかなり綺麗です。そしてこの状態がロックモードですね。桜ハリケーンとかローズアタッカーに比べると四角っぽいデザインです。横の黒いスイッチを押すとロック解除、こんな感じでスムーズに動きます。今回も光ったり音が鳴ったりはしないですね。後ろ側はこんな感じ。ではロックモードからビークルモードに変形させます。まずはロックを外してパーツを横に展開します。ここを軸にくるっと回してロック、そして黒いパーツのマフラーを引きます。さらにパーツを上にずらしてハンドルを展開します。完成、ダンデライナービークルモードです。はい、変形しましたね。さっきまで箱型っぽかったのがちゃんと乗り物の形になってますね。そして反対側を見ても肉抜きとか塗装の省略もないですね。あとは桜ハリケーンとかローズアタッカーに比べても変形がかなり簡単です。ただしっかり造形でエンジンっぽいのが見えますし、このあたりの造形もいいですね。ただ相変わらず上から見るとかなり薄いですね。まあこれはロックモードに変形する分しょうがないですね。桜ハリケーンと並べるとこうなります。大まかなサイズ感はほとんど一緒ですね。ただこのマフラーの部分が結構長いです。ではグリドンを乗せましょう。両手にハンドルを持たせて、下半身はステップに足を置けば、はい、完成しました。これはなかなか乗ってる感がありますね。これがテレビだとこんな感じで空中を走ってましたね。ダンデライナー超かっこいいですよ。これはいいなぁ。ちなみにこのビークル状態だとロックはできないんですね。はい、ロックビークルシリーズを並べるとこうなります。やっぱり今までのバイクタイプとかなり印象が違いますね。もちろんグリドン以外でも他のライダーも登場可能です。案外ウィザードも似合いますね。ではビークルモードからロックモードに戻します。ハンドルを畳んで下に押すと。マフラーも収納して回して折りたたみます。そしてロック。はい、戻りました。やっぱり超簡単ですね。こういう気軽に変形できるおもちゃは遊びやすくていいですね。そしてロックモードの状態はちゃんと戦国ドライバーに取り付けられます。こんな感じですね。ちゃんと切れます。もちろん無双セイバーにも装着可能です。セットしてロック。ただ音は出ないですね。同様にゲネシスもいけます。ただ絞れないですね。こんな感じでバネが勝手に戻っちゃいます。そしてソニックアロー。ロックシートをはめる場所があれば何にでも合体できますね。ただこの状態で展開はできないです。引っかかっちゃいますね。その他の遊び方としては、ダンデライナーを銃っぽく構えて、グリドン砲とか、スイカアームズの武器っぽい感じに持たせることも可能です。ただし、支えがいります。ということでロックビークルのダンデライナーを紹介しました。このダンデライナー本体が割と癖がないカラーリングなので、どのライダーが乗っても結構似合いますし、変形も簡単で遊びやすくていいですね。ただ単体販売はなくって、グリドンとのセット販売なんですけど、テレビ本編でグリドンが乗ることはあるんでしょうか。そこも楽しみですね。以上、アームズチェンジシリーズ07仮面ライダーグリドン&ダンデライナーセットの紹介でした。